はい、ここはね広島県福山市の青葉台になると思うんですけども、大森地下ってあるでしょ。これね、私の幼い頃の記憶ではフルフルハピータウンっていう店だったと思うんですよ。で、女性のおしゃれ着をここでね、20代30代の方の服が売ってたんじゃないかなと記憶してます。というのが、私が幼い頃、あそこが天満ハッピータウンなんですけども、あそこの買い物が終わった後ね、私が母親についてきて4歳か5歳の頃お買い物来たら、なぜかここに入ってったんですよ。さっきのところにも婦人服あったのに、なんでこっちも来るのかなって不思議に思ってたんですけども、多分ね、当時の私の若き日の母親がここで主婦のおしゃれをしていたんだなと思うんですよね。で、今ご覧のように歯医者さんになりましたけども、まあ、ここもちょっとねほろ苦いですね、なんかね。あ、すごい、あそこ見てください。スタックスっていうねレコード屋さんの看板出てますよ。スタックス、ここですよ。だからこのなんとか商店街っていうんでしょうね、ここお店がバーッと並んでますから、ここの商店街の街灯を立てるときにみんなでね出し合ったんでしょうね。懐かしい。じゃあ行ってきます。フルフルハピータウンで検索すると、これ場所と建物はねまだ出てくるんですけども、まあ、すっかり変わっちゃってますね。場所は確かにそこで、建物も間違いないんですけどもね、うん、これですよ、ここね。ここが昔は婦人服のなんか1階2階売り場だったんですよね、確かそんな記憶があるんですけどね。で、向こうに天満ハッピータウンがあって、ここねフルフルハッピータウンというね、なんかそのハッピータウン関係で紛らわしい名前つけてお客さんを誘導するという作戦だったのかなと思っちゃいますけど、で向かいがこれがたこ焼き屋があって、カサブランカって喫茶店とかなんかあるみたいですよ。これ道とかね、これがねこの道ってところがファンキーっていう喫茶店だったかなと思うんですよね。ちょっとよく覚えてないです、ここだったかな。でこれがスタックスっていうレコード屋さんね。うん、まあ、ここもだから一つの商店街だったんですね。